い、こんにちは、ソルウィンです。行きますか。いいぞ。結果画面からなぜ始まったかというと、ですね、録画ソフトが落ちちゃいました。というわけで、もう一度だけいきます。ただ、騒ぎしかやらないです。なんか重すぎちゃって、なんか違うゲーム、今はできてるんですけど、もうね、なんか、途中から技が一切出ないんですよ。スケジュードライバーもファイナルレターも出なくなっちゃって、なんかただのぬるゲーになったんですよ。なんかスローの、ほんとファミコンの処理落ちやってるみたいなレベルのゲームが始まりました。これです。こんなんやってたら、1286まで頑張れました。ぬるゲーだったんで、ぬるゲーです、これ。ただ、もう、なんていうか、本来のゲーム性が全く感じられないので、こんなゲームじゃないですよ、これ。最初みたいに、最初でもちょっと重いぐらいなんですけど、あれよりもっと軽くて、敵がまさか今、結構な速度で来るんですよ、こいつら。本来はね。そんな遅くないんです。本当はこんな遅くないんです。これもだから、この人結構仲間取るの大変なんですよ、これ。助ける、仲間を助けて、とかっていう。あ、治った。ファイナルレター出たー。奇跡的に出ましたね、ファイナルレターが。あ、ごめん。あ、まだ軽い、まだ軽い。あ、ダメだ。もうダメだ。技出ない。もう技が出ない。というわけで、また多分このまま頑張って千何人とか、さっきの記録を超えようとかしてると、絶対途中で落ちると思うんで、このゲームのね、この概要だけとりあえず取りたかったというか、あれなんで、程よいところでやられます。じゃあ500人までやろうかな。500人超えたらやられます。もう無理です。違うゲームなんで、これ。はい。もうただの、なんか、ね、なんだろう、このゲーム。ロビンが象形でつくだけのゲームなんで、ちょっとせっかくのひらめき要素とかが台無しです。あと、魔法コクラウトピヨります。さあ、取れるか取った。まあ、決めてノーラしてこないね。結構エルフとかが助けに来るんだ。エルフじゃねえよ、なんだエルフ。ノーラさんしか来ねえ。どういうことだ。あ、ピュアリダイナミック。軽くなるとまた出るんですね。いや、ちゃんと受け付けるっていうね、その多分一定時間に何クリックされたとかで多分判定してるんですけど、重すぎてその時間がどうしても絶対来ないと。全然ダメですね。技が出ない。こんな違う、本来のこんなゲームじゃないです。なんか開発した人に怒られそうだわ。こういうゲームじゃねえからって。これね、育てきれば無限にできますよ、本当に。ただその代わりに録画ソフトが落ちちゃうんで、途中で残念なことになります。いやー、早く新しい PC が欲しいぜ。500人超えたいところだ。超えたらもう死にます。ごめんロビン、許してくれ。まあ、ピュアリダイナミック。あ、ごめん。てか、これはノーラさんがやったんじゃない？俺じゃないんだ。はい。あ、違う、こっちが妖精だわ。さっきのじゃ誰だ、やっぱ立ち穴か。あ、これも今ならまだ出そう。でね、もうダメだ。これやっぱ高、これ立ち穴か、これやっぱり。立ち穴ラザイエフか。
前に500人達成するんだ。それだけで俺はもう満足だ。あ、いけるかいけるかいけるかいける。やばい、どうした、どうし、あー間に合った。ロビンさんの懐は広いですね。中とかにこういう遊び心があるのは素晴らしいと思います。まあ、このゲーム、またなんか違う機会でこういう機会以外でも遊べたらいいなとか、いつでも遊べるようになったりとかすると嬉しいですけどね。まあどうでしょうって感じですけどね。はい、ではではお疲れ様でした。ソフトが落ちる前に逃げます。ではでは。